でにね、松本城天守から奥々ご覧いただけますと、ちょっと雲がね、多めの、まだ山頂雲の中かなと。ついね、5日前ぐらいまで凍っておったんですよ。もうあっという間に溶けちゃいましたね。この三鈴湖といえば、ワカサギ釣りの名所でございます。そろそろ見えてくれてもいいぐらいに、お天気回復してまいりました。下は雲海が見事ですね。ホテルも見えてまいりました。一番右の鉄塔の下に大きな石碑がございますが、あちらが大型山頂となっております。ました。ホテル到着です。
の後お料理の説明に参ります。でお出の見ます。本日のお品は基礎5枚目の奥のタブレットでのご注文でございます。赤坂紅茶とお冷やの表記がございますので、こちらを直接スタッフにお伝えします。せっかく取ってみます気があって、これが本物の富士山です。寒い時はまた2枚見えますよ。富士山もいろんな表情を見せてくれますね。これは朝焼け、雲と一緒にピンクに染まる富士山。南アルプスと言いますと、蚕物岳ですね。これが北岳。日本でナンバー2、富士山の次高山、愛の岳とか仙道とか、これ全部3000メートル以上です。ですし、その右の方には中央アルプスですね。木曽駒ヶ岳とかね、宝剣岳とかあります。その隣は御嶽山、木曽の御嶽、その隣は乗鞍、ここから北アルプスが始まります。北アルプスです。ご覧のように左の方は穂高連峰、山のてっぺんです。一番高いところ、正式な山頂はこの後ろにあります。ここまで気をつけてお帰りください。またのお越しをスタッフ一同お待ちしております。ありがとうございます。